はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox One で遊ぶファイナルファンタジーレシキ HD 53話続きね、やっていきたいと思います。ちょっとね、ポーズしてますけど、取っておるぞ。はい、ライローキー攻め込むって感じで今ね、突入するところです。侵入者だと。片付けろ。クラスゼロ、任務を開始する。行きます。これが成功すれば、おっとっとっと、来たね、いきなり来たね。これでも食らえ。アリアスネックス。マンマラーマの街じゃん。あー、まだまだなんかあるね。意味ないのか。ちょっと強いね。ショーダウン。これでも食らえ。オーマイガッシュ。アリアスネックス。出てきたぞ。カートを張るな。お待たせしました。お待たせしました。どんどん行くぜ。届かない。魔法で2体倒せ。魔法ねえもん。まだいるのか。全然まだいる。あ、まだいる。これでも食らえ。ショーダウン。怖いな。アリアセンクス。オーマイガー、びっくりした。聞かねえよ。報告チック。緊急通信が入ってくぼ。このままこっち行けってことだよね。わかりますけど、ちょっとこの辺ちょっとアイテムないのかな。ちょっとちらっと見て。なさそうだな。なさそうだな。よし、行こう。よし、行こう。末永ハッカ。これでも食らえ。What the fuck? 結構いるね。こっちにもいるね。で、ちょっと戻ろうか。
召喚ヘッドワン。あー出てきてるけどちょっときついね。ゲストの人ヤバそうじゃん。飛んでる生きてる。トンベリーみたい。トンベリーちょっと全然向いてないんだけど。トンベリーさんかわいい。ロックはびっくりした。あこっちからどんどん来てるね。トンベリーさん去っちゃったね。通常攻撃がうざいな。オッケー、ナリアセンス。いやー。そんなたやすく終わるはずがない。ここを突破されるとは王に対し申し訳が立たぬ。セーブできるよね。はいはい、なんでしょう。遠いな。あ、セーブポイント結構あるね。こんな感じでやってきゃいいのかな。イリュー、カモン。届かねえ。一発下ろされるか。感じでもう一回行こうか。避けて攻撃すればいいからね。一回これ入ろう。回復あるね。追いかけてきてるぞ。スルーして、当たればいいんだよ。任務完了。おっしゃ。えい、すい、えい。グローエッグ。おっしゃ。おっしゃじゃないな。ちょっとなんか衣装ください。ポイズンサイズ来た、これ。金のアンクレット。セーブするか。王歴842年スザク軍はコンコルディア首都までの進攻に成功するものの、ソウリュウと
星姫による籠城戦に完全な勝利を収めることができなかった。しかし間もなくペリシティリウム総領は籠城したまま降伏を宣言する。総領への門を開かぬ降伏に対し、スザク八石議会は戸惑いを見せたが、すでにコンコルディア王国に反抗する戦力なしと判断、勝利宣言を行った。何事？これでスザクによるオリエンス統一への障害はペリシティリウム逆行を中心としたミリテス首都を残すのみとなった。はい、第8章第7、ああさすがにね、まだ7章だよねはい、クポクポ、おっとたっぷり時間ありますね。5日と12時間あるクポ。36クポ、 OK 分かった、クポちょっと待って、クポかかり、魔導院から見えるあの塔、ジュデッカにあるんだけど、アギトの塔って呼ばれてるんだ。絶対何かあるぜ。ビッグリッジを越えた瀬戸目地区、いや瀬戸目地区の南側この人一個未来の話するからね。まあそんな感じで、まあいろいろ聞いていきましょうか。お願いがあります。平日つあります。ああ、あるよ。なかったら笑うしかないよね。よかったよかった。揺るぎなき指輪、まずやるべきことはあるでしょう。まずチョコボだよね。とりあえずびっくりマーク、ないんだ、ないんだ。 OK、 まあ飛空艇の場所気になるけどね。この係気になるな。リボン、リボンってめっちゃいいやつじゃねえの。であの状態異常完全無効みたいな。よし、総竜軍に対する武装解除が進んでいます。ほう、交戦を続ける部隊に注意してください。ああいるわけね、チョコ牧場。エースいないね。あ、自分がエースだからか。あ、まだできないんだ。6時間経ったぞ。はい、まあとりあえず教室に戻りましょうか。教室に戻る前にやっぱりねやることあるでしょ。 SPP の交換でサイスちゃんのサイスがね、ポイズンサイスかなんかあったよね。それ買ってあげようね、サイスちゃん。一応頼む、聞こっか。広告地と進行作戦は順調に推移中です。広告領南部にも進行を開始しました。バズに向け進行中です。出撃可能な部隊はミッションを受けてください。いいえ、お前がじゃあ行けよ。 SPP は溜まったか。溜まったぜ。イエイ、サイスちゃん、結構強くなるね。オッケー、
イエイ。で、一応ちょっと作戦聞いてみようか。お疲れ様。はい。イングラム。いえ。お、ご苦労様です。SP ランクをコマンダー以上に上げよう。マスターナイト、よくわかんないです。もしかしたら達成してるのかもしれないね。でもコマンドってあのコマンダーでしょ。マスターナイトより上っぽいよね。わかんないけど。よし、とりあえずクリスタリウム。あ、まあいいや、ちょっとキャラクター変えようか。キャラ変更、ジュースちゃん。はい、まあこっからいきましょうか。ああ、ちょうどいいところに。ヌオ、俺に話しかけてんのか、おい。ええ、そのバカ面。失礼、ゆるい面に話しかけています。いや、あんまり変わってねえよ。それで、何の用なのですか。クラスゼロに入りましょう。はい、今からで問題ありません。 What the fuck? あの、さあ、いつでもミッション中に呼びなさい。いや、私から乱入してもいいのかな。いや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 、待て待て待て、何言ってんだお前。スザク以外もなんかグラフィック頑張ってあげるよ。緩いのか。私がクラスゼロの助けになってやろうと言っているのだ。ああ、なるほど。って勝手に決めんじゃないよ、ねら。面倒な男。そちらの聡明な女性ならわかるだろ。理由を聞かせてくれませんか。決まっている。魔法錬成、そしてファントマ。調べるのに苦労したよ。そして驚いた。まさか候補生の中でも君たちが最も魔法真理に近いところにいるとはね。私をクラスゼロに入れたまえ、そしてファントマを集めさせたまえ。ファントマのこと、どこまで知っているのですか。生物の根源、いや、魂と言った方が近いのかな。おい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 、どうやってそこまで調べたんだ。情報部に知られたらただじゃ済まねえぞ、こら。最初から知っているのですよ。そのことに関して私はよく知っている。わかりました。どうぞクラスゼロにいらっしゃってください。いいのかよ。クラスゼロの配属権は私たちが持っています。おでは、ただしあなたは私の下でファントマを使った魔法錬成を手伝っていただきます。それと、これは遊びではありません。あなたの行動遺憾では死をもって答えてもらうこともあると認識してください。分かったよ。私はいかなる業をも背負う。改めて自己紹介だ。私はクオン・ヨバツ。好きに使ってくれたまえ。全マルク5アップ。やれ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 、頑張ってください。アルト・クリスタリウム。クイーンいるけど、時には休息も必要です。なるほど。まあせっかく来たついでに、特殊、特殊のここじゃなかったか。はい、帰りましょう。
とりあえず教室ですね。お、いっぱいあるね。トンベリさんが、なんだよ。犠牲も大きいですが、着実に朱雀にも勝機が見えてきましたね。ああ、数では負けてたが、形勢は変わった。次の戦いで蚩尤が決する。私思うんですけど、大切なのはきっと私たちがいかに戦局をリードできるかです。なんで私の言いたいことが分かったんです？分からない。でも全く同じ会話を聞いたような。言ってませんよ。もしかして最近気にしていたデジャブですか？デジャブで人の言葉は先読みできない。本当にその会話を見てない限り。なんでだろう。私変なのかな。でもマザーは大丈夫って言ってくれたし。マザーが言うなら大丈夫ですよ。そうだよね。ちゃんちゃん気になるな。エクスポーション、イエー。よし、じゃあまあチョコ牧場そろそろいいでしょね。そろそろいいだろう。チョコ牧場、ここね、たまにあのあれがいるからね、一応こうやってまっすぐ追いかけるみたいなね。あ、帰ってるね。受け取ります。ターボチョコボだって、めっちゃ速そうだね。一応受け取り、短縮させましょう。アサルトにアタックに、まあいいや。ちょっとね、神風が99できたから余裕あるからね。適当でいろんなチョコボね、ターボがオスメス揃ったらそれを一気に増やそう。またほんじゃ、まあね、はい。教室のモグのやつも気になるけど、魔法局から行きましょう。これなんだっけ、なんでしょう。白磁ファントマ、白磁ファントマ、ちょっと確認。白磁、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 ないな。まあどっから出るんだよね。じゃあ次は総研究所に行こう。いるね、頼む、いるね。びっくりマークもう一人いるね。まあ普通の依頼ならいいけどね。おお、何かと噂の体内ゼロ組か。ダークソウルを1個入手したよ。アギトの塔で入手できる。レベル99ってまた無茶苦茶な。はいはい。
メガエーテル。おい、じゃあまあ次はね、どんどん行きましょう。レフレッシュ。結局 SPP の人だよね。だ、まだ次か。もっといるね。裏はいないね。よし、じゃあこの人。ハロー。あ、お金の人じゃん。なんじゃいな。で、いきなり成功したよーって言ってくるのかな。で、次はサロン。サロンが SPP だっけ。そうだね。とりあえずいるね。セブンかの前に。どうしました。うん、無理はしないように。あ、達成してなかったか。あー、700。やあ、どうして私たちには邪魔が効かないのか考えたことはあるか。まあ、まだのあれだよね。しました。じゃあ次ネテラス行こう。ちょんと。なんだ。怖い。マキナ怖い。エントランス。じゃあ。いないね。あ、また。育ってるね。アサルト、アサルト。繁殖。ノーノーノー。アサルトに。アサルトに。あ、ちょっと待って。チョコボに。ターボに。パサーナ。これでターボチョコも生まれんじゃね。イエイ。はいはい。じゃあ今回総竜軍の方に攻め込んでいって無事攻略することができて、スザクに帰ってきて約1日過ごしましたね。いろいろびっくりマーク聞いたりね、いろいろ情報を聞いたりしました。今回パートはここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。